ベルーナドームです。埼玉西武ライオンズ対オリックスバファローズ、このゲームの模様をお送りいたします。ライオンズの先発はルーキーの菅井、対するバファローズの先発は右のエスピノーザ、以上の両先発。さあ、まもなくプレイボールです。右のエスピノーザマウンドに上がります。ライオンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。1回の裏、これからライオンズの攻撃に入ります。先頭バッターは源田。投球はこれから6球目。打ちました。ショート左横のフライになりました。掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは2番、岸。第6球を投げた、打った、打球はライト右へ、これはヒットになります。岸、二塁も狙う、ライトからセカンドへ、岸、ツーベースヒット。バファローズ先制のピンチを迎えます。さあ、ピンチで迎えるバッターは西川。投げた、流し打ち、どうだ、これは内野ゴロ。大里、ボールを取る、アウト。これでツーアウト、ランナーは二塁、変わりません。バッターは4番、山村。投げた、打ちました、これはいい当たり、入れば先制だ。さらに伸びた、入った入った、ホームラン、先制、ツーランホームラン。白球は無情にもスタンドへ、4番の一振りで先制。素晴らしい一発にチームメイトも祝福。では先制の場面、映像でご覧いただきましょう。バッターは5番、野村。第4球を投げた、打ちました、三遊間のゴロ。紅林掴んだ、ショートから一塁送球、一塁アウト、これはアウトです。スリーアウトチェンジ。1回が終了しまして、2対0、バファローズ先制点を奪われています。2回の裏、これからライオンズの攻撃に入ります。先頭バッターは DH の栗山。投げた、打ちました、内野ゴロ。大里、ボールを掴んだ、一塁へ送る、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番、ヒルマ。次は5球目、打ちました、これは内野ゴロ。太田、取った、一塁送球、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは8番、コルデロ。第7球を投げました、打ちました、フラフラっと上がった、太田下がっていった、落下点に入った、掴んで、これで3アウトになります。エスピノーザ三者凡退に抑えています。2回が終了しまして2対0です。3回の表、2点を追いかけます。バファローズの攻撃、トップバッターはゲン。第1球投げました、ストライク。第2球あっと、いった、入った、入った、ホームラン、ソロホームラン、スタンドへ叩き込んだ、ストレートを完璧に捉えました。バファローズ1点返しました。チームメイトが迎えます。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。ライオンズ、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは炭谷。第6球を投げました、打った、いい当たりだ、右中間のフライ、ワンバウンドヒットになった。炭谷、二塁を狙う、炭谷ツーベースヒットを放ちました。打順は1番に帰って源田、第1打席は内野フライに倒れています。投球はこれから3球目、ここは送ってきました、二塁ランナー三塁へ向かう、一塁へ送る、アウト。ランナー三塁に進みました。バファローズなおもピンチが続きます。バッターは2番、岸、これが2度目のバッターボックス。投球はこれから3球目、いった、ライトへ飛んだ、ワンバウンドヒット、
ライオンズ1点入りました。3対1。中継岸タイムリーツーベース。バファローズなおもピンチが続きます。リプレイをご覧ください。左バッターボックスは3番西川。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れ、打った。二塁ランナー三塁へ。太田ボールを取る。一塁送球アウト。バファローズなおもピンチが続きます。先ほどツーランホームランを放っている山村投げました。外角空振り三振。序盤終了しまして3対1。バファローズこの回1点を奪われています。4回の裏、これからライオンズの攻撃に入ります。トップバッターは野村。最初のバッターボックスは内野。打った痛烈な当たり抜けた。野村いいバッティングを見せました。バッターは DH の栗山。最初のバッターボックスはサードゴロに倒れています。投げました。ボール。バファローズここはバントに警戒します。投球は3球目投げた。あーっとショーフライになった。掴んだ。一塁送球アウト。ランナー二塁に進みました。ワンアウトランナー二塁に変わります。バッターは7番キルマ。打ちました。紅林バックしていった。取りました。これでツーアウト。ランナーは二塁変わりません。バッターは8番コルデロ。打ちました。太田掴んだ。一塁送球アウト。スリーアウトチェンジ。ライオンズセカンドランナー残塁。4回の裏が終わりまして3対1です。5回の表、これからバファローズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターはゲン。初球見送ってストライク。第2球投げた。2球目ストライク。バッター追い込まれました。第3球を投げた。きた。いった。一直線入った。入った。ホームラン。ソロホームラン。ゲン、これで2打席連続のホームラン。スライダーを完璧に捉えました。バファローズ点差を縮めていきます。バファローズ1点返しました。今チームメイトが迎えます。先ほどのプレーです。ライオンズこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは9番炭谷。さあ投球は5球目投げました。打ちました。エスピノーザボールを掴んだ。一塁へ送る。アウト。炭谷いい当たりでしたがピッチャーゴロに割っています。これでワンアウト。ランナーはありません。打順はトップに帰って源田。第5球投げました。外角へズバッと決まって見逃し三振。バッターは2番岸。これが3度目のバッターボックス。第4球を投げました。打った。当たり底でのセカンドゴロ。太田取った。一塁送球アウト。スリーアウトチェンジ。エスピノーザ三者凡退無得点に抑えています。前半が終わりまして3対2です。ライオンズ追う展開で迎える6回です。バッターは松原。第4球を投げました。打ちました。三遊間へのコロ。あっと抜けた。松原ナイスバッティングです。さあノーアウトで同点のランナーが出ました。さあリプレイです。代打は殿崎。ライオンズ続けざまに代打を起用してきます。第1球ツーシームはボール。第2球ストライク。第3球を投げました。ボール。バファローズ内野陣はゲッツー体勢。次が4球目。松原走った。投げた。投球ボール。盗塁を許します。ランナーを進められてしまいました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。次が5球目直球見送ってフォアボール。エスピノーザ降板。マウンド上ピッチャーはペルドモ。今日2番手としてマウンドに上がります。ライオンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。投げた。打った。センター前進してくる。センターフライ掴みました。三塁はどうか。これでワンアウト。ランナーは一塁二塁変わりません。ランナー二人を置いて迎えるバッターは栗山。ひときわ大きな声援が聞こえます。投げた。空振り三振。リプレイをご覧ください。
バッターは7番蛭間。今日はセカンドゴロとショートフライ。第3球を打ちました。1、2塁間の当たり、ファーストこれは守備範囲内。ペルドモ取ってアウト。スリーアウトチェンジ。先ほどのプレーです。バファローズ、この回ノーアウト1塁2塁のピンチでしたが、なんとか踏ん張りました。6回の裏が終わりまして4対3です。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。先頭バッターはゲン、今日2打点を挙げています。第1球見送ってストライク。いきなり156キロ。第2球投げた、インコース外れてボール。第3球を投げた、打ちました、いい当たり。センターへの打球、センターさんジャンピングキャッチ、ファインプレー。さあリプレイです。7回の裏、ライオンズラッキーセブンの攻撃に入ります。この回のトップバッターはコルデロ。ツーシーム見逃し三振。ペルドモ降板。マウンドに上がったのは小田島。今日3番手としてマウンドに上がります。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。バッターは9番住谷。今日3打席目、次は5球目。打った、紅林ボールを取る、一塁へ送る、アウト。住谷いい当たりでしたが、ショート正面でした。これで2アウト、ランナーありません。バッターはトップに帰って源田。投球はこれから3球目。外、空振り三振。7回までが終了しまして4対3、ライオンズラッキーセブンは無得点で終わりました。小田島降板。ここでマウンドに上がったのはマチャド。今日4人目のピッチャーとして登板です。期待しましょう。注目の投球です。ライオンズこの回は2番からの好打順。トップバッターは岸。今日はここまで3打数2安打。第6球を投げました、ストライク、見逃し三振。バッターは3番松原。次は8球目、投げました、打ちました、当たり速ではショートゴロ。紅林掴んだ、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは4番殿崎。第3球を投げました、打ちました、ピッチャー返し、抜けた。殿崎いいバッティングを見せました。バッターは5番野村。さあ4球目、ランナースタートを切った、これはストライク、盗塁を許します。ランナーを進められてしまいました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。次は6球目、投げました、打ちました、ライトへ上がった、取ってこれで3アウトチェンジ。リプレイをご覧ください。ライオンズセカンドランナー残塁。8回までが終了しまして5対3です。バファローズ追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面でゲン。今日はその初球を打ちました、ランナー二塁に戻ります、取りました、これで2アウト、ランナーは二塁か。マチャド降板。左の山田最終回2点リードの場面でマウンドに上がります。ライオンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。第4球を投げた、アウトコース空振り三振。アウトコースの変化球でスイングアウトを取りました。投球は3球目、投げた、打った、ピッチャー返し、抜けた。ヒルマナイスバッティングです。バッターは8番コルデロ。第5球投げた、引っ張った、ライトの右にボールが上がっている、掴みました、ランナー1塁に戻ります。バファローズ勝利目前。右バッターボックスは9番住谷。第9投げた、打った、初球打ち、抜けた、センターからサードへ。住谷いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。今日2三振の源田、ここまで2打席連続三振。第6球はランナー一斉に打った、いい当たりだ、三遊間の当たり、抜けた、レフトバックホーム、源田ナイスバッティングです。バファローズなおもピンチが続きます。ツーアウト満塁となりまして岸、今日はここまで4打数2安打1三振。第9球初球を打った、当たり損ない、胸ボールを掴んだ、アウト、ゲームセット。バファローズ2点差で逃げ切りました。
て本日のヒーローは。本当に今日は大活躍でした。